ちょっと興味本位でですね、まあ、最近 iPhone15 Pro 出ましたよね。 iPhone15 Pro と Pro Max 出てログ撮影ができるようになったので、今回はですね FX3 で撮ったログとその iPhone15 Pro のログについてちょっとね比較してみようと思いました。まあ実際問題、まあ、スマホなんでまあ言うてログ言うても大したことないやろ思ってたんですが、蓋開けてみるとですね結構まあ自分の中でも衝撃というか、これは何とも言われへんなみたいな結果になったので、もし今 iPhone15 とかに入ったログって使えんのかな、いやいやミラーレス一眼のログ、特に FX3、S3 とかのログにかなうわけないっしょって思う方はちょっと心して聞いてください。今日は同じ状況で撮ったやつをね、同じ状態でグレーディングして全く調整せずに載せたやつをね、まあ2つずつぐらい紹介しながらですね、そしてまあ実際に見ていて僕の見解とかを話していくので、よかったら今回皆さんもコメントでいろいろ教えていただけると嬉しいです。というわけで最後までいってみましょう。よろしくお願いします。どうもミリオネアのウェディです。僕たちは映像制作とか音楽制作に特化したことを日々 YouTube に上げているんですけれども、そうなんです、実は最近まあなんか2本ぐらいちょちょいっとこう iPhone15 Pro で撮ったやつと iPhone15 Pro のグレーディングのプロセスみたいなのをね、まあ話した動画を上げたんですけれども、そもそも僕こういった動画を上げる予定ってなかったんですよ。っていうのももう FX3 があるんでログ撮影をそもそも別に iPhone とかでしようっていう気がもうマジでなかったんですよ。なかったんですよ。なかったけど、カメラ持ってない時にふと iPhone でログ撮影して家帰ってダビンチ入れてみたら、なんか思ってたより色のりめっちゃちゃんとするなとか、なんか普通にグレーディングできちゃうぞっていうところに気づいてしまってですね、でここからまあ急遽 iPhone 系の動画も出したんですけれども、もしねミラーレスに興味あって登録してくれてる方はね、ちょっとそこは申し訳なかったんですけれども、今回はその FX3 と iPhone15 Pro のログをじゃあ実際に比較して、僕もやっぱりね安心したかった。 FX3 のログ叶うわけないじゃんと、 FX3 のログ撮影に iPhone15 Pro のあんなちっちゃいカメラが及んでたまるかみたいなところをねやりたくて、ちょっと自分で興味本位でポンって入れてやったら思ってもなかった結果になったので、ちょっと今日はそこら辺についていろいろ話していきたいと思います。で iPhone15 Pro Pro Max に入ってるこのログっていうのはですね、ようよう調べてみるとプロレスでまあ10ビットになってるんですね一応。でこの10ビットっていうのがまあ要は FX3 とかソニー α7S3 であったりであったりとか、最近のまあいいミラーレスについてるようなそういったねログ形式と同じ形式なので、要は色情報をどれぐらい表示できるかっていうところなんで、でだいたい10億7000万色ぐらいかな、おおよそ10億7000万色ぐらい、10億6000 7000万色ぐらいのまあ色のね階調をスムーズに表現できますっていうのをビットっていうんですけれども、その要は10ビットなんですよ iPhone15 Pro って。でこの10ビットっていうのって FX3 とかも一緒なんですよね。ってことは、まあ、色情報だけで言ったら、まあ、そこだけの数字を見たら変わらないっていうことになるんですよ。ただ僕らがそのやっぱり懸念するというかダイナミックレンジの部分であったりとか、そういった部分はねいろいろまたおいおい変わってくるかなと思いますので、今回そこら辺もちょっとね見ていけたらなと個人的に思っております。でまず見ていただきたいのがもう早速になるんですけれども、こちらですね、今ねこれ流れてると思うんですが、これね普通にカフェでちょっと同じ状況で置いてみました。画角違うんですけど、これね FX3 で1635の GM2 使って撮った素材になるんですけれども、まあまあ普通に綺麗ですよね。でこれカラーグレーディングしてます。で後で見せる iPhone の方にもこのグレーディング全く同じのを乗せて、でかつ露出とか上げないようにそのまま使って色を乗せたものをこの後見ていただくんですが、まあ現時点これ見ていただいてる限りはやっぱりね FX3 って綺麗だよねとかってなると思います。で続きましてこちらなんですよね、これがね全く同じ色を乗せた iPhone15 Pro の画角になるんですね。ちょっと暗めにはなったけどめちゃくちゃ近くないですか。これ見て僕結構衝撃を受けてしまってるんですけど、皆さんこれどう思います？僕的にはね、いやこれまあボケ感とかは違うけど、まあ見る人によってはまあ例えばカメラ全然やってない方とかからしたら多分ね
結構分からへんレベルになってしまってるなっていうのが個人的な感想です。まあというわけでね、今ちょっと iPhone のね、まあ、15 Pro の映像と FX3 のログの違い見ていただいたんですけれども、まあ、もしかしたら YouTube っていろいろ圧縮もかかる関係で、よりね見た時にパッと見で分かりにくいっていう可能性が発生するなっていうところも懸念してるんですが、いかがでしたでしょうか。やっぱりまあ距離感違うんで画角も違うから、ちょっとね、まあ、あのフェアな判断になるかって言われたら、まあ、一概に全部がフェアではないんですけれども、もちろんレンズのボケ感とかっていう部分に関してはまあやっぱりね FX3 とかの方が優秀っていう部分はあるんですが、単純にログ素材として10ビットで同じ色を乗せた時に色のりの状態を見たらそこまで変わらないんですよ。で厳密にもっともっと細かく見ていくとすごく変わってくるところはあると思うんですが、パッと見の印象でうわ明らかに色が違うなっていうことを感じる方ってこの映像2つ見てもらっていないと思うんですよね。なので実は iPhone15 Pro Pro Max に搭載されてるログってこれぐらいの、まあ言ったら違いが出てくるというか、まあすごい部分になってくるかなと個人的に思ってて、結構ねこれねなんていうのな、すごいなって思った反面結構ショックな部分でも一応あるっちゃあります。まあその辺のね個人的な見解は後で話していくんですけれども、ちょっとこれはやりすぎじゃないっていうのが個人的な感想でございます。はい、じゃあ次ね2つ目の素材見ていきましょう。外でね結構逆光気味で明るい状態でね撮ってるやつなんですけれども、まず最初1635の GM2 で FX3 で撮ったやつちょっと見ていきましょう。こちらですね、まあこちら見ていただいたらわかると思うんですが、まあまあまあボケ感とか含めてやっぱりまあ 1635GM の力であったり FX3 のもう豊かな感じがねしっかり出てるものになってます。はい、こちらが全く同じものを載せた iPhone15 Pro のねまあ素材になるんですけれども、どうでしょうか。もうねかなり綺麗ですよね。ちょっとね ND とかつけてないんでちょっとなんかパラパラってなってる感じはするんですが、そこはねお気になさらずって感じなんですが、一旦色味だけ見ていただくと、まあ確かにね ND つけてないんで iPhone15 Pro の方がまあ明るさちょっと白飛びしてる感じはあるんですが、今回あえて露出とかもいじらずに FX3 で載せたやつをそのまま載せたんで、まあそういう目線で見ると iPhone15 Pro ってすげえなってこれでもやっぱ思いますね。しかも iPhone15 Pro のこのログのすごいところって、まあ被写体の服とか見てもらったらわかるんですけれども、ちゃんとねサイドが綺麗に出てるっていうところが個人的にかなり驚きです。後ろの、まあ、緑の部分であったりとか、まあね、いわゆる色がしっかり出てくる部分は出てきてるっていうのが、まああのね、結構この辺がすごいなっていうのが単純な感想です。で、まあ、一応うっすら、まあ、iPhone 側もボケてるっちゃボケてるんで、これも見ようによってはちょっとわからない人いるんじゃないかなっていうのがすごい本音にはなってきますね。でここまで見てきた時に単純にやっぱアップルやばいなっていうのがまあ僕の感じです。いつもみたいにこうふざけてうわーって言える感じのテンションっていうよりはちょっとちゃんと引いてるみたいな、なんかそんな感じの感覚を今受けてましてですね、さすがにこんなねボディの感じでねこんなちっちゃい筐体にこの仕組みをねまあ入れてしまえるっていうのはいやちょっとすごすぎるなっていう感動の部分もあるし、あとはですねやっぱり単純にこれ気になったんですけど、これもしアップルがほんまにそのスマホのねいわゆる LINE 見るとかそういう機能を除いてミラーレス一眼みたいなの作ったらやばいんちゃうかなっていうのもちょっと思ったりしました。まあさすがにそういうメーカーではないのであれなんですが、やっぱり MacBook とかも仕組みとしてすごいものじゃないですか。ってなってきた時に iPhone15 Pro のこの Pro Max のこのログの進化というか、なんか思ってたよりも裏切られてる感、クリエイターがもうこれで撮れるのは撮れるなっていうところまで行き着いてしまってる感っていうのがまあすごい進化やなと思います。特に僕 iPhone12 から15に乗り換えた側なんで、最近のこの iPhone の凄さっていうのは特にびっくりした部分にはなってきますね。で今までそのシネマティックモードみたいなので撮れたとは思うんですが、要はあれは AI 処理でブラーをかけた状態でぼかしてるみたいな感じにはなってるので、やっぱりね被写体との分離感であったりとか対象物との背景の分離感にややなんか変なムラが出て気持ち悪さが残ってて、今回もね15 Pro とかに関してはもうねそれは変わらんなって思うんですが、ログ撮影に関しては割としっかりしてる。でまあ裸の状態で撮ってるんで ND も何もフィルターもつけずにっていうところにはなってきてるので、そういう意味で考えてもちゃんとこれをね ND とかセットアップしていったらものすごい映像ほんまに撮れるんやろうなっていうのがすごい個人的な感想になりました。でやっぱりねこれはねなんていうんやろ、僕の
言い分というかざれ事に過ぎないかもしれないですけど、やっぱり iPhone15 のログで撮るっていうのも楽しいんですが、僕はやっぱりこうミラーレス一眼の楽しさっていうのはレンズを変えてであったりとか、まあ、ボケ感をコントロールしたりであったりとか、やっぱりボディのまあなんていうの愛嬌であったりとか、まあ、そういったところを結局のところ、まあ、重視してるから、なんかミラーレスで撮ることをじゃあやめるかって言われたらそれは僕はないんですけど、実際問題その 50mmF1.2GM がいいであってとか、やっぱあの辺にはまだまだ全くかなわないレベルになってくるので、まあ金額も違うんで、金額とかねそもそもその目的も違うから、まあそこはね話変わってくるとは思うんですけれども、やっぱりね僕の中ではまだまだミラーレスにかなわない点ももちろん多々あるなと思いますので、今もし iPhone15 Pro であったりとか、まあそういったものね悩んでる方今したら、ちょっとねこういった今回のリアルな素材っていうのをね、まあなんか見てもらって、あーこれでもこの使い方やったら iPhone の方がいいなって思う方がいたら、ぜひ使ってみていただけたら嬉しいと思います。はい、というわけで今回はサクッとになりましたが、 iPhone15 Pro のログと FX3 のログについてまあいろいろ検証してみましたが、いかがでしたでしょうか。個人的にやっぱりねかなりまあ衝撃の結果でした。これは皆さんも特に iPhone15 Pro とかまだ触ってない方からしたらまあ驚きの結果にはなったと思いますが、これをねもっとちゃんと iPhone 用にね詰めてカラースペースとか変換してやっていったら、まあものすごい作品になっていくなとも思うので、ぜひぜひね、まあ用途に応じてここぞはミラーレス、こういう時ラフな時は iPhone15 Pro Pro Max みたいな感じで分けていただけると面白いかなと思います。というわけでミリオネオンで映像制作とか音楽制作に特化したことを日々 YouTube に上げているんですけれども、今目指せ1万人ということでめっちゃ頑張って動画投稿しておりますので、この動画良かったなって思う方は高評価コメント、そしてチャンネル登録していただけると大変嬉しく思っております。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。